生きているうちに今日という日を迎えることができるだなんて、なんて光栄なことなの。この場にいられるだけでもそれこそ奇跡ってものよね。すんげえ、ここに来てる人みんな感動してるじゃないか。ざっと見積もっただけでも10万人以上。それほどこの列聖式は偉大で素晴らしいものなのか。よう、俺の名前は DA。 世界を股にかけるジャーナリストの俺は今バチカンにあるカトリック教会の総本山があるサンピエトロ広場へとやってきていた。そのすべてはこの言葉を聞くために、ここにコルカタの聖女マザーテレサを聖人と認定する。すごい、本当に聖人になったよマザーテレサ。聖人とは偉大な功績に加えて2つの奇跡をもたらした者にのみ与えられるカトリック教会最高の崇敬対象のこと。しかしここで言う奇跡ってのは一般人が頻繁に使うようなチャチなもんじゃない。それこそパーキンソン病といった医学などでは未だ解明できない病を永続的に治すほどの見業だ。ではここで聖人となった彼女が起こした奇跡を改めて紹介しよう。一つは1998年に女性が彼女の写真が入ったロケットに触れた後、腹部の腫瘍が消滅。そしてもう一つは2008年に脳の病を患ったブラジル人男性が彼女に祈りを捧げた直後に回復したというものだ。どちらも奇跡なくしては起きえなかった事象だ。この二つの奇跡をたたえ、そして貧者を奉仕し救済し続けた聖人マザーテレサにもう一度盛大なる拍手を。おお。はあ、聖人か。想像しただけで鳥肌が立つぜ。何が聖人だ。彼女のどこにそんな要素があるってんだ。え、マナの見事に全員騙されてやがる。彼女がやり続けた救済の本質に誰も気づいちゃいない。騙されてる？本質？どこのどなたか存じ上げませんが、この場でそれは失礼じゃないですか？ああ、すまない。つい過激になってしまって。別に人々の感動を汚すつもりはなかったんだ。ただ、彼女のことをずっと追ってきた身からしたら、この結果にはどうにも憤りを覚えずにはいられなくてね。彼女を追ってきた？私はイギリスで記者をやっていてね。彼女の行いを長年見続けていたんだ。するとどうだ。そこで見たのは、どれもこれも聖人にふさわしくないと思えることばかり。あの、マザーテレサが、ですか？ああ、そうさ。言っておくが、ゴシップなんかじゃないぞ、これは。確かに、その生涯をインドの貧者救済に使ったことは素晴らしいことであり、称えられるべき偉業だろう。だが、それは別視点から見れば、ある種の死体打ち。きっとそれを見えないように教会がうまいことやっていたのさ。生前から激烈な批判が尽きなかったというマザーテレサ。その理由は彼女がインドに設立した貧困や病気の者の最後を見取る施設、死を待つ人々の家での行動ではっきりと分かった。あ、腹が減った。修道女さん、何か食べ物を。ほんの少しでいいので。あ、わかりました。今すぐにお持ちします。相当な飢餓状態。やっぱりこの地域は貧困が広がっているのね。早く何か与えてあげないと。お待ちなさい。それをする必要はありません。マザーテレサ、それはどういう。言葉通りですよ。食料はここも限られていますからね。我慢は大切です。あなたの信仰する神もそう教えになさっていることでしょう。食事はそれを乗り越えた後でこそですよ。そんな。貧者を救済すると言われているテレサが行っていた食事を満足に与えないという救済とは真逆の無慈悲な行為。そんな小さなことでも救わないのだから、より大きなことで救うはずもなく。痛い。この痛みを何とかしてくれ。早く。ここは俺たちを救ってくれる場所なんだろう。見た目に傷はなし。ってことは症状は体の中。痛がり具合を考えるに
もう末期の症状ね。そういう人ばかりが運ばれてくるのは知ってたけど、ここまで心に来るものなんて。鎮痛剤でも使って、少しでも痛みを和らげてあげないと。鎮痛剤？そんなの、ここにはないですよ。はい？鎮痛剤がない？ああ、あなたは入ったばかりで知らないのですね。そもそも医者どころか、医学的知識の持ち主すらもいないこの施設で治療行為なんてできないのですよ。そんな！では、この施設にある一度使った注射器をぬるま湯で洗って再利用するという決まりは、医学的根拠のあるものじゃなく？神秘的根拠はありますよ。何せ物を大事にするというのは、大切な教えですから。それに苦しみという受難は、主からの愛。それは受け入れなければなりません。だからこそ、貧しい者が苦しむ運命を受け入れるのは、美しく輝いているのです。そして世界はそれを目に焼き付けないといけません。そうしてこそ、多くの者が得られますからね。理解しましたか？では、あなたが彼にそう説いてあげましょう。それが彼を救う唯一の手段です。命を落としかねない重度な病気、結核患者ですら隔離することもなく平然と並べられるこの施設。ここにいたら慈悲慈愛よりも残酷という言葉がここにはふさわしいように思えてくるわ。でもここじゃこの考えがマイノリティ。無慈悲に命を落とすならせめて彼らの神に祝福を願ってあげないと。死を待つ人々の家の理念は、宗教を気にせず、亡くなった後にその人の宗教のやり方で葬儀を行うというもの。ヒンドゥー教徒、イスラム教徒が多いこの地域に住まう人々なら、その行いは非常にありがたいものだ。なのに、マザー・テレサが行っていたことといえば、苦しみの末、死に伏せるあなたへ、安らぎが広がる天国への切符を授けましょう。受け取られますか？安らぎ。はい、欲しいです。よろしい。それでは聖なる水をここに。あなたへの洗礼は終了いたしました。安らかに眠りください。洗礼？この人イスラム教徒なのに？状況をいいことに勝手に回収させたの？まあこんな感じでマザーテレサの実態は、言葉通りやりたい放題。自分の信念を曲げずに彼女の思う救済を行ったということだけは間違いないが、ある意味それは価値観の押し付けさ。ですが、回収の件はともかく、食料や治療等は仕方ない部分もあったのでは？お金がなかったとか。とんでもない！お金がないどころか、あり余るほどあったさ。それも、48億円という巨額のお金がな。48億円？それだけあれば、インドでまともな一流の病院がいくらでも作れるはずじゃ。さあ、それなのに一切病院を作ることなく、治療もせずに見取り続けたんだ。さらに言わせてもらえば、そのお金の出所だって黒いものさ。何せ中には、ハイチの独裁者やイギリスのメディア王すらいるからな。彼女の人脈は影のある者たちばかりだ。そんな、まさか。だとしたら、彼女は、成人には。最初から言ってるだろう。ふさわしくないと。この成人認定は、教会の熱烈なキャンペーンそのものさ。その後、マザー・テレサの真実を知りたくなった俺は、彼女について調べることに。すると、出るわ出るわ。彼女の奇跡は全て医学で説明できると、モントリオール大学の研究チームが解明。差別的主義もあり、褐色の人々を救おうとしたのは、白人を上と見なした慈悲のようなものか。しかも自分が心臓病を患った時には、アメリカの最先端治療を受けていたそうだ。他教徒には苦しみを強いておいて、自分はこれ。差別主義の真実味も出てくるぞ、これ。神の存在にも疑問を抱いていたっていう手紙も記しているし、本当に救われた人って、もしかしていないんじゃ。